八神さんですよね。お元気そうだ。神室町の探偵業は順調ですか？あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士、俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族、彼らは今も苦しみ続けています。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。誰もそんなことは言ってない。そうですか、それなら結構です。さあどうぞ服部さん、狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますからね、八神さん。忘れてた、あ、今新谷が取材受けててよ。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょう。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。お茶をどうぞ。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。服部さん、あんたのおかげで真冬がさらわれるとこだった。なんか言うことはないのか。私もここへは梶平会長に無理やりさらわれてきたようなもんです。好きで八神さんのことを喋ったわけじゃありませんよ。それでも一言謝ったって良さそうなもんだ。ふざけたやつだよ。それよりもうそろそろ行かない？ほら、厄介なのが目を覚ましそう。そうだな、すぐ出よう。服部さん？ん？ああ、これはどうも八神さん。あんた、もしかして記事の写真スマホで撮ってる？ええ、十分高画質ですからね。いけませんか？いや、別に。グルメレポーターにでもなるの？私は興味があることは何でも徹底的に取材する主義なので。まだ結構かかるのか？こっちの用は分かってんだろ？すぐ終わりますよ。これで終わりました。どうもわざわざご足労いただきまして。不思議なもんです、あなたと差し向かいでラーメンとは。まさかこんな日が来るなんてね。そういうのいいから。落ち着きませんね、八神さん。あんた今も梶平の会長とはやりとりを？やりとりってほどのことは、向こうが呼びたい時に私を呼びつけるだけです。まあ記者としては仲良くしときたい相手ですしね。せいぜい利用させてもらいます。へえ。八神さんとも仲良くやりたいんですよ。だってほら、この間殺された新谷先生、
あなたが第一発見者だったとか。今日はアドデック9を解説してくれるんじゃなかったか。でなきゃあんたといる理由はないな。わかりましたよ。じゃあ今日は一つ貸しってことで。一般的に新薬の開発というのはまずその病気に効く化合物を見つけることから始まります。それが新薬の候補になるわけです。うん。その効果を動物実験で試しパスすればようやく臨床試験。臨床試験というのは要するに人体実験のことですね。そうやって何年も、いや場合によってはもっと長い時間をかけて効果や安全性を確認し新薬として製品化されます。どえらく大変なのはわかるよ。さてこれまでのアルツハイマー治療薬はあくまで病状の進行を遅らせるものです。完治させるものは一つとしてありません。しかし木戸博士のアドデック9はマウス実験で目覚ましい効果を上げたんです。もしそれが人体にも有効なら人類はアルツハイマーを治すことができる。1年前の論文はつまりそういう内容だったわけです。なるほどね。八神さん、ん？今日本では80歳を過ぎると4人に1人は認知症です。例えば50代の夫婦がいたらそれぞれの両親4人のうち1人が発症する計算です。さらにその30年後自分か配偶者が認知症になっている確率は2つに1つ。認知症は誰にとっても人ごとではありません。いずれ自分にそれと疑わしい症状が出たら私ならすぐ診察を受けますね。中にはうまく病状の進行を抑えながら仕事を続けている人もいます。認知症は恐れるのではなく備えるべき病気です。その時一番の敵は社会の無理解と無関心でしょうね。今のあなたのように。分かったよ。ではまず八神さんにはアルツハイマーの概要を知っていただきますが聞く気ありますか？他に選択肢はないんだろう？結構。じゃあ始めますね。前提として認知症にはいくつかタイプがありますがその7割が普段のアルツハイマー病です。脳にアミロイド β というタンパク質が蓄積することで発症すると言われています。すると神経細胞が死滅し徐々に脳が萎縮してしまう。つまり頭の中に溜まるカスみたいなのが脳を縮ませるってこと？かなりざっくり言えばですがね。ただそれさえ仮説の域を出ません。アルツハイマーにはまだわからないことが多いので。脳が縮むとどうなる？記憶に支障が出ます。そもそも記憶には明記、貯蔵、検索というプロセスがありますがこの最初の手順である明記ができなくなる。新しいことが覚えづらくなるんです。一つ私が印象的に思った例を挙げましょうか。ある認知症患者に日付を聞いた時今日は何月何日と正しい答えが返ってきました。ところが今が西暦何年かと聞くと1952年かななど何十年も前の年を答えることがあるそうです。認知症ではそういった記憶の混濁が見られるというわけで。だいたい理解できた。そうですか。じゃあそのアルツハイマーにアドデック9はどう効くんだ？ええ、論文によると実験マウスに投与されたアドデック9は
オートファジーと呼ばれる細胞の自食作用を引き起こします。自食作用？自分のタンパク質を自分で分解する作用。自分を食べると書いて自食です。その作用で脳にたまるタンパク質であるアミロイド β が瞬時に分解されるんです。瞬時に？ええ、そのアミロイド β が消えた結果、マウスのアルツハイマーは完全に進行しなくなりました。しかも驚いたことに、死滅していたはずの脳細胞が一部機能を回復したんです。ある科学者はそれをまるで脳の非常電源が入ったようだと言いました。もしこの作用を人体に対しても起こせたら、アルツハイマーも治せる？そうです。患者は世界に数千万人、今も着々と増え続けています。アドデック9が完成すれば間違いなく莫大な利益を生むでしょうね。売る方にも買う方にもまさに夢の薬です。本当にそれは夢の薬なのか？話がうますぎるってこと？はい。例えば創薬センターの副所長は何かアドデック9に欠陥があると疑ってた。それを嗅ぎ回った結果、秘密を守る誰かに殺された。行きずりの喧嘩に見せかけて。秘密というとどんな？データの捏造とか薬の効果をでっち上げてたとか。そういうことなら見当違いですね。ん？なんで？アドデック9は論文発表後マウスで何度も検証されていますし、それを裏付けるデータも揃っています。捏造なんてありえません。あの新薬はすでに科学的に証明された存在なんです。確かなのか？確かです。むしろ私は論文に多少のアラがあってもどんどん開発を進めるべきだと思いますね。認知症治療薬は世界中で開発が進められています。もしよそに先を越されたら国家的な損失ですから。木戸さんは慎重すぎますよ。いつまでも動物実験してる場合じゃありません。すぐにでも臨床試験に入っていい。臨床試験っていうのはつまり？人体実験です。人体実験？まさか。どうしました？いや、じゃあアドデック9には本当に何も問題ないのか？そうですね、これは強いて言えばの話ですけど。ん？アドデック9の論文は筆頭著者が木戸さんとされています。が、実は論文に箔をつけるために名前を貸しただけみたいですね。研究の実質的なキーマンは別にいて、ほら、あなたもご存知の小野という研究員です。黒幕は小野か？アドデック9は木戸じゃなく小野が作った？そのようですね。まあ単なる研究員の論文では誰にも注目されません。だからその道の権威の名前で発表される方が体裁も良い。でもよく聞く話ですよ。大した問題じゃありません。小野陽次、またあんたの名前が出てきたな。八神さん。服部？どうもこの建物は監視されているようですね。記者が張り込んでいる時と同じ匂いがします。あんたにそんなのわかんのか？何かと鼻は利く方ですから。何のよ？梶平会長のお使いでしてね。
八神さんの調査報告が欲しいとのことです。本丸院が焼けて塩屋さんも亡くなりました。会長は何がどうなってるのか詳しく知りたがっています。だろうね。なるほど。モグラの正体は現役の刑事でしたか。全部今あなたの言った通りなら、アドデックナインの周りは死体だらけですね。正野に殺された入院患者に寺沢恵美、センター副所長の橋木、新谷弁護士、どれも結局はアドデックナインの人体実験に行き着く。しかし証拠がなければよくできた仮説でしかありません。あんたに言われなくても分かってる。お話は受けたまわりましたが、会長はとにかく八神さんと直接お目にかかりたいとの仰せです。調査の報告なら今ので全部だよ。でしたら会長に直接そう言ってください。私はただの使いですから。嫌だと言ったら。あの人は別に敵じゃありませんよ。それに我々の耳に入ってこないような情報を持ってる可能性だってある。せいぜい利用してやったらいいんです。ついでに私の顔も立ててもらえたら。ふん。これからお越しいただけますか。海藤さんもご一緒に。先日打たれた傷ももう良さそうですしね。まったくよくご存知で。ではこの後海藤さんと神室菊野屋へお願いします。菊野屋。松金組長がひいきにしていましたね。梶平会長もです。では。こんな時もし私なら黒岩よりもっと切り崩しやすい相手を選びますね。切り崩しやすい相手？これを見てください。以前ボツになった私の記事です。これ全部木戸のことか。この人の女好きは有名でしてね。アドデックナインの発表からはタガが外れたと言いますか、肩書きを外せばどこに出しても恥ずかしい俗物です。的は黒岩ではなく彼にすべきでは。センターに会いに行っても俺らじゃ門前払いにされるよ。八神さんがご自分で近づこうとするからですよ。守りの堅い獲物はまず巣からおびき出しませんと。どうやって。美味しそうな餌をちらつかせるんですよ。木戸にとってそれは女です。それもとびっきりの美女。美女？登録するんだ。もう後がないよ。今なら登録できるよ。急いで急いで登録して。登録してくれてありがとう。え、してないの？